こんばんは、JP です。今週は仮面ライダードライブのライバルマシンチェイサーのおもちゃがたくさん発売されますね。今回の動画では仮面ライダードライブのソフビライダーヒーローシリーズの03マシンチェイサーをご紹介したいと思います。これまではライダーヒーローシリーズ1体につき TK シリーズが同時発売されていたんですが、マシンチェイサーは残念ながら12月中旬発売、 TK シリーズは12月中旬発売ということでまだ先なんですよね。残念。今回はマシンチェイサーのソフビのみレビューしていきたいと思います。いやーっていうかかっこいいっすね。ライダーヒーローシリーズ03マシンチェイサー、タグはパープルでタイヤの上に左肩にデザインされているのと同じマーク、不気味な骸骨のマークが描かれてます。まだまだ謎に包まれているマシンチェイサー、ロイミュードに含まれるのかどうかもよく分かってないんですけれども、死神の異名を持つチェイスがブレイクガンナーを使って変身した姿、仮面ライダーではないのかもしれませんが、オレンジの目がライダーの副眼によく似ていますよね。ソフビでは省略されてますが、この右目の奥にうっすらと見えるオレンジの副眼がまたかっこいいんですよね。まだブレイクガンナーは買ってないんですけれども、この変身アイテムのブレイクガンナーのね、音声がめちゃめちゃかっこいいんですよね。いやー、早く遊びたいな。これまで発売された仮面ライダードライブのソフビに比べるとデザインがね、めちゃめちゃ複雑、そしてそういうデザインもきっちりと再現されています。ボディカラーのパープルも若干足りない、劇中と比べてみると足りない部分はありますけれども、綺麗に塗装されてますね。この肩の先ほどのタグにあった骸骨の羽ばたいているようなモールドもしっかりとデザインされています。よくできてますよね。そして残念ながら相変わらず背中の部分は真っ黒、可動はいつもの通り腕と腰ですね。この3箇所が動きます。まあマシンチェイサー、もしかしたら仲間になってくれるのかな的な、まあ、期待もしつつ、まあこの先の展開が気になるところですね。そして来月発売予定のタイヤ交換シリーズのマシンチェイサー、これも楽しみですね。以上、ライダーヒーローシリーズ03マシンチェイサーをご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。